せーの、パオーどうも、今帰ってみるこんにちは。ということでね、僕ね、その個人的にすごい好きな YouTuber さんがいて、しかもね、そのすごい尊敬していて、まあ実はね、この YouTube チャンネル僕やってるのも、ね、ちょっとまあ参考にさせていただいたりしてるんですけれども、その名もね、パオパオチャンネルさん。皆さんご存知でしょうか。あずきさんとね、文系さんの後で、パオパオ、パオゾ、パオゾさんのね、3人でやっている、パオパオチャンネルさん、ミリオンサブスクライバーズがいて、ね、もともとまあ踊ってみた、をされてる方たちで、その YouTuber さんなんですけれども、なのでね、ちょっと今回やっていきたいのはですね、まあその踊ってみた動画を、僕たち、一応ね、まあプロのバレエダンサーでございます。今日は、その YouTuber の顔をビリ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 剥がして、そのプロのバレエダンサー的視点でその踊ってみた動画を見たら、どんな感じなのかっていうのをレビュー動画みたいなね、ちょっと新しい試みをやってみてって思います。はい、はい、そんな感じでね、高評価チャンネル登録をまずはして、本題の方にそれでは参りましょう。はい、それではね、まずはね、1個目やっていきたいと思います。まず1個目はね、ロケットサイダーを見ていきたいと思います。それではね、レッツスタート。そう、ちょっとね、まだダンス始まってないんですけれども、一つね、ここ言っておきたいのが、このね、ちょっとね、まあ、ダンス始まる前に皆さんに着手注目していきたいのが、このね、世界観ですよね。はい、世界観、ここのね、色合いとか、この衣装とか、はい、そういうところもね、ぜひね、ちょっと着目していただきたい。もうこの時点で、こう動画開いて、こう、デルルルルデルルって始まった時点で、もうすでに高評価。続きいきましょう。ここですね、ここ、ここダラララ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 。これね、パオパオチャンネルさんね、振り付けもされてるんですよね。はい、で、ここで結構なんかね、軽視されがちなんですけれども、こういうね、キャッチーなダラララ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 って、ここね、これ繰り返しまた出てくるんですけれども、こういうね、キャッチーな振り付けを考えるのってめちゃくちゃ難しいんですよね。こういうのをね、自分で考えてこう振りにね、入れられるっていうのは、これすごいところ。はい、これまた高評価。はい、これ高評価ね、1回しか押せないねはい、なんかね、そう、なんだろうな、どっちかっていうと、踊り自体はね、そこまでね、キレキレではない。うん、まあでもね、そのなんだろう、踊りをね、なんかその肯定する、なんか褒めるときによくね、キレキレだっていうことがをよくね、聞かれるかなと思うんですけれども、別にね、キレキレじゃない。だからといって、このね、踊りがね、悪いのかって言ったら、全然そういうわけではない。うん、まあこれね、これ僕のバレエにもね、結構精通することなんですけれども、踊り終わった後とかに、観客の人とかに You made it look like an effortless yeah って言われると、すごいね、嬉しいんですよね。っていうのも、この2人の踊りもね、なんかこう、踊りがこう、ウケ、やべえ、この動きやべえ、なんか全然真似できてなさそうっていう動きでもないと思うんですよね。まあ、だからどっちかっていうと、なんかこのタイトルは踊ってみたなんですけれども、どっちかっていうとね、僕の中ではこれ表現してみたとかの方に近いのかなっていうのは感じますね。そこをね、例えばなんかそのダンスだけでね、評価してもらうのはやっぱちょっとずれてくるのかなっていうのは感じますね。はい、早速ね、2曲目の方に行きたいと思います。2曲目はね、そのハッピーウェディングマイソングっていうのをちょっと見てみたいと思います。イエシ。はい、ストップ。はい、ここなんですけれどもね、パオパオチャンネルちゃんね、その2人ともね、カップルではないんですよね。はい、これって今常にね、カップルに見えると思うんですけれども、こういうね、付き合ってない男女でこういう表現をするっていうのは、 YouTuber とでもそうですけど、まあちょっとね、プロ意識を感じますよね。はい、これね、これ本当にね、バレエダンサーからするとね、すごいんですよ、これ。うん、何がすごいかっていうと、バレエってね、そのなんか演技をするところと踊りをするところってね、結構分かれてるんですよね。前目ですよね、こう、僕と付き合ってくださいみたいな、あなたは美しいとかこういうところは、前目があって、別にね、そこでダンス踊んないんですよ、曲はかかってますけど。で、勝っても、まあ、ものによっては、まず、分かれてないものもあるんですけれども、この二人もすごいところなんですよ、本当にね、振り付けをね、作れるっていうところなんですよね。
特にね、アーズルさんの方ですね、まあ、2人ともすごいです、まあ、2人ともすごいんですけれども、顔の表情がね、すごいですね、やっぱり。バレエダンサーって、まあ、ちょっとまたバレエの話なんですけど、バレエダンサーって、あんまりね、表情をやっぱりつける、すごい大事なんですけれども、アクティングの部分ですよね。でも、踊ってる最中って、そこまでね、表情なんか、あーいいよーみたいな感じで、うーんみたいなのあんまり変えないんですよね。舞台上で。なぜかというと、踊りを意識させるために、そこまでね、表情は結構なんか、あーとかつけないんですけれども、まあ、だからね、こういうね、一個一個の動きにこう表情があるっていうね、踊り方は結構ね、そのアイドルみたいなダンスのプロに入ってくるのかなと思うんですけれども、これまた高評価ですね。あ、まあ、高評価してある。これも高評価したった。次行こう。パソコンがね、あまりうまく作れないみたいですよね。おっと、オフ、オフ、入籍言うて、オフ。シャセ、え？パセ、セク。パイ、アレ。なんかね、ちょこちょこなんかバレーっぽい動きがね、こうシャセ、パセ。バレーっぽい動きが入ってますね。え、なんか、ファイコントラターン、フォンシャン。なんかね、ちょこちょこバレーっぽい動きが入ってますね。なんか、もしかしたらちょっとバレーやりたいのかな。ちょっとね、バレーをね、ぜひね、教えたいですね。教えたいっていうのはね、おこがましいですけどね。まあ、YouTuber としてはね、まあ、パパさんに比べたら僕らなんてね、もううんこみたいな感じなんですけれども、バレーね、ぜひね、おしゃ、面白いですね。3つ目なんですけどね、君と夏フェス見ていきたいと思います。ストップ。今のね、表情ですよね。いや、すごいね。やっぱりね、表情をね、こう劇場だとめちゃくちゃ遠いんですよね、お客さんが。近くても、どのぐらいなのかな、この距離でもまだ近いぐらい。だからね、表情もそんな細かいところじゃなくて、結構なんかオーバーリアクションだったりするんですよね。至近距離でこういうなんか表情を作るとかね、そういうところは僕はできないので、踊ってみたって言いつつもなんかいろんな要素がやっぱ詰まってますよね。アクティングの部分もすごいレベルが高い。そうね、僕さっきからね、振り付けなんか僕できないみたいに言ってるんですけどね、バレエダンサーって踊る人と振り付け家がいて、その振り付け家が踊る人にね、こう振り付けをやるので、あんまりね、僕その振り付けの方に関してはね、そこまでね、僕やったことないんですよね。はい。なのでね、さっきからなんかこういうコメント、なんか振り付けすげーっていうコメントになっております。ナイス、オッケー、ナイス。すごいですね、マイムの、なんかね、まあ、バレエでいうところのマイムですよね、今のは。しかもね、曲に合ったところで、表情も可愛らしいし、うん、なんか僕がいいところ気持ち悪いみたいになる。マイムもできちゃうっていうね。あ、そっちもできちゃうんだっていう。多彩ですよね、多彩。とにかく多彩。二人とも可愛いですよね。うん、二人とも可愛い。フィニッシュ。わお。最後ね、なんかこう手をつないでいくっていうね、この演出ですよね。演出もできちゃうのかっていうね。まあ、またバレエの話なんですけども、バレエはね、総合芸術って言われていて、その音楽とか脚本とか、ね、衣装とかアートの集合体みたいな感じでね、言われてるんですけれども、なんかね、これもね、映像っていうアートが加わって、まあ、踊ってみたっていうのもね、もはやね、総合芸術って呼んでもいいんじゃないかっていうね、総合芸術と言っても過言ではないと僕はね、これ思いますね。やっぱりその表現っていう言葉が似合う二人なのかなという思いますよね。はい、ということでね、そんな感じでパオパオチャンネルさんね、この代表作がもうヒット作が多すぎて、もう、今回はね、代表作3つ、はい、上げさせていただいたんですけれども、はい、よいしょ、おい、あ、ズームしちゃった、間違えた。はい、僕もね、今ね、ロックダウン生活中でバレエが今できない状況にいて、まあ、すごい
なんだろうね、すごいストレスを毎日感じております。単純にね、あんまり運動をしてないっていうね、理由もあると思います。やっぱりね、その毎日運動をしていると体のね、日々のね、あの満足度っていうのも違いますし、体のね、全然健康度っていうのも全然違いますから、皆さんぜひね、皆さんね、パオパオチャンネルさん踊ってみた皆さんね、うちで踊ってみるのもいかがでしょうか。はい、そんな感じでね、僕のチャンネルでも普段からね、ストレッチをプロバレエダンサーと一緒にとか、筋トレをやるとか、踊ってみるとかね、今後も出していきますので、チャンネル登録をぜひして一緒にやっていきましょう。高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。